皆さんこんにちは、僕は犬飼ひろしと言います。コンピューターゲームの開発を20年ぐらいやっています。で、僕はですねコンピューターゲームの開発をやっている仕事の名前はゲーム監督に名乗っています。博士って書いてありますけどこれひろしって読むんです。おじいちゃんふざけてたんだと僕は思ってますけどね。でも子供の頃からずっとゲームが大好きで今もずっとゲームを研究しています。で、こうやってね専門家をやっているとお父さんお母さんが子供のゲームのやってる姿を見て心配してこういう質問をしてくんですね。お子さんがゲームばかりしていてとても心配ですという話をしてくるんですね。そうですか。そうでもない。でもよく聞くんですね。で、ここで言う、ゲームっていうのは一体どういうことを言ってるんでしょうか。ちょっと一回整理してみたいと思います。本屋さんに行くと実はゲームのことっていうのは3箇所ぐらいに分かれて整理されて置いてあるんですね。一つ目が婦人の雑誌なんかのちょうど裏側とかね近くにあるんですけども、家庭とか教育とかスポーツとかっていうような書籍の棚がありまして、そこにゲームっていうのがありますね。お子さんと遊ぶようなゲームの本があります。それから、コンピューターのコーナーにはコンピューターゲームの本があります。そしてもう一つ、ビジネスの世界ではゲーム理論っていうようなものを応用した仕事の本がたくさん置いてあります。で、これは 本屋さんの話なんですけども、実はもっともっと実はゲームっていうのはたくさんあって生活の至るところにあります。例えば今日みんな朝何時に起きた？今日早かったよね。5時？本当5時に起きた。あ、3時に起きた。それお父さんとお母さんに言われたのかな。本当6時に起きた。それもね、なんかみんなで起きようって決めて起きるわけじゃない。それから例えば歯を磨こうねって言われたら歯を磨く、そういうことをそういうルールを決めてクリアしていくってことも実は広い意味ではゲームのことなんです。で、ゲームっていうのはとっても幅が広くてとってもいつも生活に密着していることなんですね。じゃあちょっともう一度この先ほどのゲームばかりしていて心配です、遊んで心配ですっていうことのゲーム、これはね、じゃあ一体何が心配なのか。おそらくコンピューターゲームっていうものが心配なんだと思います。これコンピューターゲームって子供たちは普通にゲーム何の区別もなく夢中になってゲームあらゆるゲームを夢中になってプレイしているだけなんですけども、大人はコンピューターゲームっていうことに心配するんですね。じゃあなぜコンピューターゲームっていうのを、心配なのかっていうと、そのヒントっていうのがこの写真の中にあります。コンピューターと子どもたちというのは遊んでいます。で、コンピューターっていうのはゲームをやっている間ゴールを示してくれて、失敗したら優しく教えてくれて、それからもし成功したらよくやったねって褒めてくれる、レベルアップとかって言うよね、褒め上手なんですね。コンピューターっていうのはとっても遊び相手として優れてるんです。で、この姿こそが実はお父さんお母さんが心配する元になってるんですね。子どもたちというのはコンピューターと子どもたちだけで遊んでいて、実はそのゲームというのの蚊帳の外にお父さんとお母さんがいて、ゲームっていうのは一緒に参加しないと分かんないことが多いんですけども、お父さんとお母さんが外にいてゲームが分からないのでやっぱり心配になってくる、それは当然のことだと思います。で、もう一つの理由は、このコンピューターゲームの歴史というのがとても浅いことに原因があると思います。人類がこう生きてきてコンピューターというのが登場してからまだまだ時間が短いんですね。ここまだ40年ぐらいです。で、この歴史が浅いということで、これが本当にいいものなのか悪いものなのか分かんなくて不安になるということがあります。だけども野球にも実は、歴史が浅い時期がありました。日本に野球が入ってきたのは1871年あたりなんですけども、この時に大学生が夢中になって野球やってる姿を見て新聞に投稿します。学生たちが野球やっていてボールを
グラブに受けるとその振動が脳に伝わって勉強ができなくなるから野球はやめた方がいいってことが新聞に載ったんですね。これでそんぐらい野球っていうのは心配されたもんなんです。これ今でこそ笑い話なんですけども、当時大人たちは大真面目ですよ。まあ科学も発達してなかったのでそこまでじゃなかったんですけども、こういう歴史が浅いということがやっぱりコンピューターへの理解がまだ浅いということにつながっています。でもうちょっとですね、ゲームの歴史というのをもうちょっと視野を広げて見てみましょう。人類の最初まで遡ります。人類の最初、こういったね、まだ猿みたいな時、こういう時は狩猟採集の社会って言います。まだ木の実を取ったり狩りをしたりする生活です。この時にこう兄弟同士でね、こうやってギャムギャムギャってやったりとかするっていうことがレスリングの始まりです。殺さない程度に相手と一緒に取っ組み合ったりする。それから棒とか弓とかを見つけてきてそれで遊び始める、まあ、弓道だったり剣道の始まりですね。それから時代は進みます。時代は進んで農耕社会というのが始まります。人々は村を作り始めて、そこで年に1回収穫をしてお祭りを始めます。そのお祭りの時に牛の膀胱などを膨らまして、こう村の間を行き来してタッチダウンしたら来年はどっちかが豊作だっていうようなことっていうのが行われます。それがサッカーの起源です。集団ゲームの誕生ですね。それから、次の時代に行きます。次の時代はこういう車とか蒸気機関車っていうのができます。産業革命が起きて、こういう車がどん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 発達してきて、人々はこの車で遊び始めます。この遊び始めた車で遊び始めることをモータースポーツと呼び始めます。人々はどん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 こうやって遊んでいくんですね。そして今僕たちが住んでいる社会は IT 革命の後の情報社会に生きています。情報社会の道具といえばコンピューターです。この道具というのが遊びというのがこの道具で遊んでいるのがコンピューターゲームになるんですね。でこの図のから読み取れることというのは、実はこういうことが言えてきます。各時代で発明された新しい道具で人間というのはずっと遊んできたんだということですね。それからもう一つ、プレイヤーが遊びながら、プレイヤー自身が作ってきたという歴史なんですね。誰かが作ったというものではないんです。プレイヤー自身が遊びながら作ってきた歴史というのが人間のこのゲームの歴史そのものになるんですね。サッカーというのも実はそうで、サッカーも長い歴史をかけて今のルールというのが出来上がっています。最初からこの形であったわけではありません。誰かがサッカーを作りましたという人に僕は会ったことがありません。人類がずっと長い間かけてサッカーというのをプレイヤーたちがその都度その都度変えて作ってきたんですね。そうした歴史を考えると、やはりですね、ゲームっていうのも、コンピューターゲームというのも、実はこれからみんなで一生懸命やって遊んで作って、お父さんお母さんも一緒に入ってずっと作っていくっていう必要があると僕は考えています。どん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 やって、どん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 評価をして、これからの歴史につなげていく必要が僕はあると思います。そして、これ最新の、ね、僕がやってる取り組みです。僕も一大人としてこういう取り組みをやっています。ちょっとムービー見てみましょう。運動会っていうのを作ろうと思っていて、これバブルサッカーって言ってテレビで見た人もいるかもしれないんですけど、これをね、運動会に持ってったら面白いんじゃないかなと思っていて、こういう、それからこれライトドッジっていう、これはね、ライトで観客たちがプレイヤーたちに体力を与えたり攻撃力をつけたりとかするっていう、コンピューターゲームとドッジボールを合体させたようなもんです。左側にあるメーターっていうのが、あれがヒットポイントとかっていうようなもんですね。でこれはね、ジャンプして、ジャンプした瞬間にビローンって写真が撮れるっていう新しいトランポリン、これはね、ちっちゃいヘリコプター AR ドローンっていうんですけど、これで新しい遊びが作れないかなと思ったんです。この運動会ハッカソンっていうのは、こうやってどん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 新しいゲームを作っていく、その場でどん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 作って、どん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 改良して遊んでいく、そして新しいゲームを作っていくっていうもんです。これなんかはインターネット越しでこう立体のこうヘッドマウントディスプレイっていうのをつけてやるテニスですね。これは携帯のゲームっていうのを腰に後ろにつけて、携帯とかスマートフォンですね、それの色を当てるっていう、鬼ごっこ、新しい鬼ごっこです。こんなことでどんどん作っていってるのがこの運動会ハッカソンという僕のやってる取り組みです。はい、でこの、どん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 一緒に作って遊んでいくっていう行為を、作る行為と遊ぶ行為っていうのを分けてやってるわけではなく、同時に行われていくっていうことが実は重要だと思っていまして、
開発するというデベロップと、それからプレイヤー、デベロップしながらプレイすることというのに新しい言葉をこれ合成して作りました。それがデベロップレイヤーっていう言葉です。面白い？デベロップレイヤーっていう、みんなはね、デベロップしながら作るプレイヤーだっていう、その両方を同時にやってる人たちなんですね。誰かがプレイヤーで誰かが作るってわけじゃないんです。例えばね、人間ってのは宇宙ステーションの中でもね、遊んじゃってるんですよ。こんな風にしてサッカーボールがあって、どこに行っても遊ぶんですね。これから君たちも宇宙旅行をするような時代が来ると思います。その時に宇宙の中ではどんなゲームを君たちは作るんでしょうか。どんなゲームで遊ぶんでしょうか。なんか思いつくかな。考えようね。で、この今ゲームの話をしていたら、実は人類の最初から宇宙の話まで広がってしまいました。さらに僕たちは長い長い時間を飛び越えなければいけません。次の世代、次の世代、君たちのが大人になって、君たちが子供ができて、君たちの孫とかが生まれていく、おじいちゃんおばあちゃんになっていく、そういう時にずっと残さなきゃいけないんですね。その時に僕たちはどういう心構えを持ったらいいんだろうかということもすごく大事になってくると思います。それが実はスポーツマンシップっていう言葉で、人間っていうのは悪いことしませんよとか迷惑かけませんよっていうことを誓ってきた歴史があります。そういういい発明もゲームの歴史の中にはあります。で、さっきの運動会ハッカソンの中にデベロップレイヤーたちがする選手宣誓というのを最初にやって始めています。選手宣誓っていうのを聞いたことある？みんな選手宣誓、デベロップレイヤーの選手宣誓ある？あるんだ、偉いね。それをね、ちょっと見てみましょうか。これやってみる、これ。じゃあやるか、やるか。じゃあちょっと立って立って立って。じゃあ僕が一行ずつ読んでるから、お父さんお母さんも立ってください。一緒にやりましょう。僕が一行ずつ読んでるから続けて言ってくださいね。いきますよ。先生、我々デベロッププレイヤー一同はスペースマンシップにのっとり遊び、作り、シェアすることを誓います。イエーイ、ありがとうございます。じゃあみんなでこれから楽しいゲーム、それから長い歴史を作っていきましょう。ありがとうございました。